コに行きますわ。え、今日カジちゃん休みなんやって。え、違う。なんかさ、昨日とかも。うん。体調？そうそうそう。ええー。マジ？そう今日も。あ、待って、めっちゃめっちゃ無視役やった。下からの画面めっちゃ映っとった。めっちゃごめん。めっちゃ無視役やった。鼻の穴とかめっちゃ。めっちゃ無視役やった。自分の顔みたいな。やばい、めっちゃ恥ずかしい。やばい。これをどうせね、切り取られてね。皆さんいっぱい切り取ってください。切り取られて、私はね、ブサイクすぎるって炎上するんですよ。最悪。楽しみだな。思いっきり真下から撮っとった。最悪や。最悪だなそれ。足元とか映してけばよかったんだけど。いや、ほんまに、ね、今もこうすればいいのか。いや、お茶目なんでね。暗くない？なんか。あれ？暗いよね、これ。あれ、トーンアップしてる。一応。あ、トーンアップしてる。トーンアップできるで。まあ、いっか。えらい。私、トーンアップしてる。もう、めんどくさいよ。ああ、しみりますね。やっぱ。めちゃくちゃ関西弁だなって。そうだよ。うん。NGT なんですけど。そう。間違えてるよね、けど。NGT なんですけど、 NGT なんですけど、バリバリの関西弁で。そうなんです。すみません、あとドスッピンですね。あ、ドスッピンって書いとこ。この子ブサイクすぎる。すまん。どんぶらこって。そうだよ、ドスッピン。何の知り合いって。あ、娘。今日はあのラジオなんです。あの深夜のラジオで、あのラジオでできた友達です。はい、友達です。友達なんですよね。はい。あ、すごい立ったよ。あ、え、ありがとう。お、東京のサンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。友達で笑ってる。友達です。友達ダブル。何ですか、笑わないでくださいよ。うちらの友情バカにしてんのか。笑われてますか。あ、おもろいな。なんでそんな。あ、えらいですね。またこれいいでしょ。えらい、いい感じ。あ、えらい。ちょっと待って、なんかそれ丸いよ、ね、転がる、コロコロ転がる。マブダチですかって。あ、マブダチですね。マブダチってなんだっけ。めっちゃ仲いいってことだよね。そうだよ。じゃあそういうことです。本当に友達ですか。なんですか。そうだよ、そうだよ。え、これどうやってやろう。なんか面白い女ってきた。そうなんだよね、面白いんだよね。ごめんなさい、ちょっと下からなんですけども、どんどんこれ取ってください。あ、めっちゃ下からやった。面白い。やばい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 、ほんまにやばい。男の子の友達じゃなくて。女の子だけども。女の子だけど。うん、これか。あ、これでいいんじゃない。そう、あ、これでいい。で、ユナ太郎をこう召喚よし、オッケー、召喚。くしゃ、下からもうちょっとこっちにすればいいのか。これで、これでいい。あ、じゃん、こうする。てか、あ、そうだよね、そうしよう。あ、カフェラテを通ります。天才。お、え、いいんじゃない。天才だ。やばい、めっちゃ頭でかい。帽子かぶりたいかも。え、でっかち。私めっちゃ頭でっかち。嘘、今日めっちゃストレートじゃない。え、めっちゃストレートだよ今日。うん。照れてるってことなのかな。うん。おもろいな。なんかほぼうちいいよ。自分のほぼ私だけど大丈夫かな。いや、あまりにも可愛すぎて、多分カメラがうーんってめっちゃ気張ってる。うん、そう。止まってます。あ、行きた、復帰なり。いっぱい行こう。ね、こんばんは。こんばんは。はあ、関西弁映りそう。まあね、やっぱトーンアップをね、するだけでもこんなに。ほら、もう全然違う。ほら、トーンアップをしなさい。トーンアップを。でも可愛いからいいんですよ。私はトーンアップしないとね、あの
もうクマがひどすぎたここえでも目のめちゃクマすごい人だよ。えほんま私もクマすごいよやばいメイクしてくればよかった。なんでいやすっぴんがひどいので初見です。ゆなちゃんのお兄ちゃんやってるって。お兄ちゃんいるんですね。お兄ちゃんやってますお兄ちゃんやってるんだって。うーんじゃあ私は誰かな。も私はもうじゃ近所のおばちゃんで近所のおばちゃんでいいかな。ゆなのうんおもちゃんこんばんはって、ね、こんばんはちゃんと挨拶してくれて。そうマナーがねいいですね。年齢そんなに変わんやろって書いて。え何3個3個。3個違います。はい。え21今 1? うん2になる年ならない。1になった。なった。じゃあ2個です。2個です。私は19になる。待って甥っ子に欲しいって書いてあれ男の子甥っ子にはあげませんなんで甥っ子なんだよどうぞ甥っ子に。おいっ子、ね、分かった。じゃあおいっ子に行きますわ、うん、じゃあおいっ子でよろしくお願いしますおいっ子だって。じゃあおいっ子 で, おいっ子で、ね、桃太郎で行きますねこれから。じゃあいいじゃないですか桃太郎。いいじゃないですか桃太郎で行きますわうん笑われてるよ。あやべ僕だほら私がってこと。いや私だよ酒飲んでないです。どっちが先輩え先輩何の話。ゆなちゃんじゃない。私かな。私ですあおしゃべりな私見られる配信ない。そうなん。いいって。えでもさ前めっちゃさなんかゆなちゃんのファンの方かな、うん、分からへんねんけど、うんうんうん、なんかこんなゆなちゃんを初めて見ましたみたいな この前のハロウィンナイトなんかデレッデあれ見て、うん、なんかこんななんか元気なゆなちゃんとかあのよく喋るゆなちゃん初めて見たみたいな。そうツイート流れてきた。うそ初めてなの。そうそんなことないでしょやってた。テンション高いってさ。えでもなんか一人で喋ってるとテンションがそんな上がらないんです。上がらないっていうかさなんか部屋で喋ってるから、うんうん、あの聞こえないように、うんうん、なんか結構小さい声で喋るからさ、うん、そうするとあのどうしてもね。え私、うん、部屋で一人でポツンとやっても一人でやってそうやってそうずっと喋った、ね、あ虹ありがとう。あ虹かかりました。ずっとウェイウェイって喋ってる。そうそうでもさその大笑いする自分の話してることで大笑いってむずくない。いや私一人で爆笑したなんでなんでね。分からん言ってくれ。でも確かに言ってくれたので笑ったりする、うん、一人で言って、うん、一人で自分でこれ、うん、そう嘘結構違いますね、うん、ここ結構違います。じゃあ、うん、アホみたいにバーって喋って一人で笑ったもん。え、なんかさお話し会とかでそうなんか対面お話し会とかで喋るときは、うん、あの普通に大笑いするんだけど、うんうんうん、もう一人はねちょっと、うん笑えません。そう私機嫌が悪い時のと機嫌がいい時の差が激しすぎて機嫌が悪い時はえ確かに、うん、分かる分かる。そう配信でさ配信は配信まあ確かにな配信もある。そうけどさ普通に、うん、そこでいつあ今日元気めっちゃ元気な日だ元気ある元気ある日や今日めっちゃ疲れてる日やそうなんか公演とか、うん、公演っていうかそのイベントとか終わった後はめっちゃ、うん、もうほんとなんかめっちゃ眠そうだよいつも、うんえけどめっちゃ元気な日はめっちゃいっぱいの日はちょっとずっと喋ってるって言ってる。そうなの、ね、そうなんですよいつも違う。え本当に違う。本当だ本当にいつもテンション違うっていう。本当に違う。私別人なんですかってくらい。別人ですかもしかして。なんかあの3人ぐらい予備してて今日はこの子多重人格って言うんですか。今日はこの子で今日はこの子でって感じらしいです。あレンボスターありがとうありがとうありがとうハートありがとうレジューさんありがとうこんばんは楽しいからさこの時間の配信楽しいから定期的にやろうっとねやろうやろう
中人格だね。お、奥村さん、そう、奥村さん東京奥村さん東京にいます。そうです、奥村さん東京にいます。新潟から東京にいます。はい、もう新幹線の中も目がパキーってなって携帯見てました。あら、かぼちゃありがとう。そう、もう永遠携帯見てた。いつも起きてるの？起きてるよ。お、嬉しい、需要高いって、ありがとう。ん、奥村さん兵庫なんだって。そう、奥村さん兵庫なんです。兵庫出身です。兵庫の姫路市。バリバリの関西弁です。うん、姫路市なんです。あのさ、姫路城のさ、キャラクターの白丸姫。白丸姫、あれが忘れられない。秋山ゆなちゃん、白丸姫の T シャツが気になるご様子。ねえ、お前それ見たよ。ほんと可愛い、あれ。あれ、しかも同期で、うん、同期松坂佐保って子がいるんだけど、うん、そのさ、松坂佐保もその文章お気に入りで、うん、秋山ゆなちゃん、白丸姫の T シャツが気になるご様子。ご様子ってめっちゃ面白い。めっちゃ可愛い。気になるご様子です。気になるご様子なんか。そう。可愛いね。お気に入りです。本当に可愛い。はあ、なぜ仲良くなったの？ラジオだね。そうです。ラジオだってラジオでさ、初めてごちゃ来た時、うん、もうマジで人見知りやけど、うん、なんか机に置いてあるやん、こういう資料みたいな、うん、あるあるある、置いてあって、私誰がおるんやろうと思って、そこで見たの。そこで見た。あ、そう、そこでバーって見てたら、うんうん、AKB 吠えてた秋山ゆな、うん、え秋山ゆな、えガチと思ってえマジかと思って、うんうん、目をひそろって座って、うん、ほんまに来るんかなと思って、知っとったからゆなちゃんのこと、うん、でこうやってしてただしてやってたらえガチできたと思ってガチできますよ。えでもえなもなんかさ、みんなさあとか言ってさ、うん、すみちゃんとかバスケだから知ってたからさ、うん、それでおーとか思って見ててさ、うん、あ、え48グループって、うん、今2人しかいないんだってなって、え思った。私も STU さんとか前あったから、うん、そう、NGT と AKB だけって聞いて、うん、えそうだから、ゆなちゃんとももかだけ、そうだから見て、でもめっちゃ覚えてるよね、あのさ、ももちゃんはあの初めての時にこのこれぐらいのカードにあの NGT48 を送るももかです、よろしくお願いしますって書いて、はい、うん、あのなんかおでん、おでんケーキで、おでんケーキ、姫路おでんケーキそうをみんなに配ってくれました。そう、かぼちゃありがとう。そうなんです。そう、なんかマジで全然、うん、多分ほんま加入したばっかやからマジで芸能界知らなさすぎて、うん、とりあえずメッセージカードで、うん、名前を覚えてもらおうと思って、うんうんうん、そうそう、意外と女子じゃんってどういうこと女子ですけど女の子ですそう、おでんケーキ、おでんの形をしたケーキなんだけど、うん、ね、ロールケーキとかがあって、そう、奥村さん X してないですね。そうです、奥村さん X してないです。でもぼちぼちできるんじゃないかな。あ、本当？なんか先輩とかどれぐらいでやってたの？いや、分からへん、どうなの、人によってって感じ、うん、人によってかな。でもやりたい。4期のやつあるもんね。4期のやつある、フォローしてますよ。4期のやつ結構ツイートしてるけど、うん、ね、見てる見てる、うん、あ、今日はこの子だってなって、どうなんやろ。でも多分もうそろそろできるんちゃう、できたらいいなって感じ。できたらいいな、だってね、思う、だって分からんけどな。分かんないよね、うん、どうなるでしょ意外おいしい。本日はカフェラテです。うん、ちょっと寒かったんでね、ここはちょっとあったかいけど、そうそうそう、秋山さんって AKB48 言ってた人、そうです。あ、いる。何？何の？何？誰？まあ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 。何？いやいや、何でもないです。気になる木、気になる木、選抜様、選抜様、この木なんの木、気になる木、今度ご挨拶、
え、ありがとう。ご挨拶行こうかなって言ってるよ。え、でもノエさん知ってる気がするんだけど、気のせいかな。あれあれ認知済みあれあれ、あ、ハートありがとう。ぽいぽにさん、あいちゅうさん、ありがとう。いのちゃん、NGT の5期生に欲しいだって。ごめんなさい。ごめんなさい。ねえ、AKB なんだ。そうだね。兼任するって。今いないもんね。兼任ね。あ、ありがとう。秋山奈ちゃんの配信より近くて面白い。どういうこと？ん？配信近くて面白い。あ、これ画面じゃない？多分さ、覚えてたんだ。すごいね。え、何が何が？やち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 。あ、覚えてた。いや、知ってますよ。うちのユナをね、舐めちゃいかんですよ。いかんですよ。結構記憶力あるんですよ。うちのユナをね、舐めちゃいかんですよ。ユナちゃん、はじめまして。待って、私これ見えない、この文字の小ささ。嘘、え、なんでこんな、こう、そういえばなんでこんな大きいの。え、なんでなんで大きくできるの、ね、文字を大きくした。どうやって設定で、なんのこれ、これ出てんの。え、なんか設定でできる、文字を大きくするみたいな。 iPhone の、うん、え、待って、それさ、なんか全部の文字が大きくなるやつ。うん、ショールームだけできる。え、何それ。ショールームの設定からできる。ああ、ありがとう。なんだこれ、なんか星ありがとう。星ありがとう。あ、そうなんだ。そう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 、そうなんよね。確かにね。ゆなちゃんとももちゃんのルーム行ったり来たりしてる。え、ありがとう。交互にマジでちっちゃい。前までこれやってんけど、うんうん、ちょっと今楽楽もん、いや本当に楽楽もんレベルのマジの何楽楽本って。おばあちゃんが使うのかわいいそう、年齢の面白い。やめなさいよ、本当に。ごちゃです。そうだよ。ゆなちゃんのファンの方かな、めっちゃフォローしてくれる。 NNB さんも受けてなかった。え、受けてましたよ。ゆなちゃん初めてのオーディションが AKB48。 うん、すごい。そうです。あ、コブさんありがとう。クマさんすごい。ゆなちゃんも何歳ですか。だって今18歳です。今18歳です。知ってるよね、こっちは。知らない人もいるね12月12日が誕生日ですこっち知ってるね。知らないね。イニイニそうです、イニイニだって。覚えやすいでしょ。めっちゃ覚えやすい。そう、もうすぐ、もうすぐ、うん、確かにね。確かにひながこっちのさ、この距離いいかなと思って喋ってたらさ、こっち意外と近いんだね。え、近い。なんでこんな近い。さっきさ、こんなんで喋ってたからめちゃめちゃ近いよねちょっと後ろにしてる確かに。あ、そう、けんべいちゃん頑張れ。おお、頑張ってくれました。いい感じです。ちょっと味噌汁取ってくるわここ、じゃあ一人で二つやりますね。味噌汁取ってくる。ちょっと待って。車はももかちゃんは味噌汁を取りに行きましたんで二つはやります。ももちゃんいないので今ね。ゆなの、ありがとう。静かになったってね。あ、生誕ティーありがとうございます。そう、今日は夢見とお揃いのやつです。あ、同期とお揃いのニットですっていうあ、確かに。おもちゃんルームようこそこんばんは。いなち、ありがとう。画面違う。確かにね、これ暗いですか、こっち本当だ、なんか全然違うね。じゃあ明るいです。ちくらいね。ここです。あ、帰ってきました。味噌汁、味噌汁取ってきました。あの日は空が光ってた。どこよりも叩きするように少し遅れてね。見て、うん、コーンポタージュにした。なんかコーンポタージュの匂いするなって思った。
気がせん。そんなことないか。混ぜた？混ぜないか。いえー、でもそんなことないんじゃない？帰ってきました。すごい、ゆなちゃんのルームが、うん、早い。コメントが。ドド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 。味噌汁じゃないんかいって。あ、タワーが来たんじゃないって。嘘。気づかなかった。タワーが来たわ。こっちめっちゃ白い。じゃあこっちトーン下げてみるか。あ、タワーが来た。どこだ？トーン。探せー。あー、あった。たまちゃんさん、ありがとう。トーン下げた。ありがとう。いや、トーン。お、誰だ？トーンが。誰だろうね。やっぱトーン明るい方がいい。あー、マリオちゃん。していいの？え、しよう。向こう、向こう側でしていい？え、全然いいよ。ありがとう。やるやろ。やる、やりましょう。マリオちゃんが来ました。いっぱいだった？向こう側にいたから誰か、うん、え、やろやろやろ。なんならこっち来なよ。え、マジ？皆さんこんばんは。おい、なんか、え、そういうこと？こんばんは。そう、マリオです。レインツリーのマリオと申します。マリオちゃんです。ね、デビュー、そう、あ、そう、そう、パチ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 そうなんです。来年1月にデビューします。やっぱりスーパーマリオスーパーマリオ、そう、スーパーマリオ。でもそっから撮ったんだよね。そう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 、そうです、そっから撮りました。そうなんです。よろしくお願いします。いいちょっと充電器持ってくの、うん、全員秋元先生がプロデュース。そうだ、確かに、ね、ももちゃんもかと。あっ、あ、気をつけてください。あそこで飲めないちょっと夫婦して飲んでもらっていいですかね。夫婦できない。え、なんで猫舌ですよねそんなことない？猫舌だよね。私猫舌すぎてなんかすぐベルやってるし。猫舌なのに夫婦しないの？はい、しない。絶対してください。はい、ね、あとありがとう、みんな猫舌。3人はどういう関係？ごちゃです、本当にね全員人見知りは昔はしてたけど今はほぼ、うん、ほぼ。え、じゃあこ、え、やっぱこっちでちっちゃい声でやるよ。え、全然なん、いいの、いいよ、うん、気なはれ、気なはれ。こっちなんです、うん、最初さ、うん、こう対面で座ってたのに隣でやってるから行くわーって言って、行くわー言うて、そうめっちゃ筋肉痛。気なはれ、気なはれ。これでラジオトークはラジオだけやけど配信でないかも。そう、ごめんな、ラジオトークやったことないんだよね。え、あ、ラジオトークやるの？うん、うん、違う。そうだよね、うん、ショールーム、じゃあショールーム3つです。この3人でトップ取った回数が多いのは誰？え、ま、マリオちゃん、うん、私2回だけど、うん、どっちもなんか多分1人はない。あ、ペアで、うん、あ、どっちとも2回。どっち？何回？どっちも2回じゃない、間違えた。2回、3回、3回。あ、じゃあ、え、すごいわ。あ、私6回。すごい、お、嘘つけ、すごい嘘つけ。もう1番ですね。はい、え、本当に一番多いの誰なんだろう、普通に。え、あゆちゃんじゃない？あゆちゃんかな。あ、確かに毎回コスプレゲットしてる、ね、あゆちゃん、ココロちゃん。あ、ココロちゃん強い。なんか頭脳系だとココロちゃん強い。うん、確かに一番最初さ、もうほんとずっとカジーちゃんかなって思ったけど、途中からカジーちゃん。何、暑かったの？あっち。だから、夫婦してもらっていいですか？夫婦してもらっていいですか？暑くてびっくりしちゃった今皆さん言ってください、夫婦しないんです、学べないんです、学ばせてください学べないんです、21歳学ばせてください、学べない落ち着いてすいません、落ち着きますあ、チーズね、めっちゃ暑い。分かって、あ、ね、暑かったら夫婦するよね、みんな。その通りだ何度も同じことを繰り返す、ずっと繰り返す、ずっとずっとずっとうわーとか言ってずっと夫婦しない、ずっと何回も繰り返すの横の方が映る？横だね横の方が安定するよね、なんか。そうなんだ、あんまり横で やってなかった。え、いつも縦だった。ゆのさ、いつもなんか立てるやつ、スタンドみたいなの立ててやっちゃうから、うんうんうん、立てなんだよね、いつも。いつかな、そう。え、どこに置けばいいんだろう
確かに。ね、確かに。で、この後、え、最強推奨コーヒー。ありがとう。いやー。これで手で支えておこうかな。え？え、大変じゃない？15分。15分ぐらい。1日。なんかなんか、うん、扇風機とか。これじゃ動いちゃうしな。あ、あれだ。あ、いいのがありそう。あ、大丈夫？大丈夫。あ、これだ。これだ。来た。全てはこれで解決しました。アルコール。すべては立ちます。配信する、ライブ配信開始、通常ライブ OK。 いやースタート、いやスタートしました。誰か来るかな。ねえ、メイクすればよかった。ずっと言う、マジメイクすればよかった。大丈夫だよ、可愛いから。大丈夫だよ、大丈夫だよ、可愛いから。今日はゴチャのスタジオにもう来てます。はい、来てます。大室で。あ、ラブナさんありがとう。ありがとう。あ、アンコロムチありがとう。アンコロムチ。じゃん。アンコロムチ。皆さんこんばんは。ヤンガのユナちゃんとボモちゃんと一緒に配信してまーす。ヤンホー、お疲れ、こんばんは。みんなヤンホー。こんばんは。ハイズさん、フォローありがとう。ナイス。今日からよろしくね。ヤンホー。にゃほにゃほ、スペゲスです、スペゲス。豪華でしょ。はい、豪華なんですよね。豪華でしょ。豪華で、自分で言う。豪華なんですよ。なんて言ったってこの、ふんずり出ちゃってた。豪華ですから、豪華ですから。著作権、著作権。なんて言ったって豪華ですから。なんて言ったって豪華ですから、やばい。そう、3人なんですよ。すごいメンバーすぎる。全員秋元康先生プロデュースのグループ。そうです。どれ見たらいいか分からへん。ね、思う。AKB48 の秋山優奈ちゃん、秋山です。そして NGT48 4期生の桃香ちゃんです。桃香ちゃん、奥村桃香ちゃん、桃香ちゃんです。はい、はい、皆さんぜひ今ね、3人ともね、ショールーム配信やってるから、よかったら皆さんフォローしてください。優奈、はい、ちゃんと桃香ちゃん、お願いします。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 全部に終わるときスクショタイムしよう。え、したいね。したいしたい。真ん中がいいよね、これ、うん、今日はちょっと全部はコメント読めないんですが、すみません。3人とも豪華すぎる。え、お、いや、この服も豪華なんですよ。ゴッホが一番豪華で。ゴッホだから見せたいの。ゴッホだからね。あー、虹ありがとう。レインボー。かかったよ。うちゃんの日って感じ。そうだね。確かにそうだわ。コーヒーさん。美人がいっぱいだって、本当に。いやーね。いやー、もうそんな。そんな言うても何も出ませんよ。なんか出してください。なんか出してください。出ません、出ません。出ませんか。出ないって。あ、マリオちゃんから来ましたって、ありがとう。おー、よかった。ありがとうね。ありがとう、言ってくれて。ナイス。ありがとう、かなげさん。アイラブユーがくれた。え、サクラティのラジオトーク聞きながら見てますって。え、サクラティラジオトークしてるらしい。どこでやってるの？わかんない。あ、それが隣かな。あ、絶対なるほどね。うんうんうん。一人でやってるのかな。で、ねえ。ヤッホー、キャバミチもヤッホー。突っ込まないからボケまくりだってよ。もうね、私それが一番いい。突っ込みなんだけど、どちらかというと、でもなんかももちゃんもボケすぎてて、なんかどれを突っ込んでるかとかもう途中から突っ込みどころかね。もうね、手放しでいいよ。野放しでしょ。それを言うなら野放しでしょ。おー、すごーい。いや、じゃあそこすごい。別にさ、ね、今さ天然でしょ、今でやったの。本当に天然でしょ。うん。天然じゃなくて意識してないでしょ。天然なんだよ。天然なの。天然なのか。私天然で。でも天然な子って天然って言わないんでしょ、みんな。ゆなちゃんがお世話になってます。いや、こちらこそです。あ、こちらこそです。福木雄さん、あ、ありがとう。福木雄さん、福木雄さん、ありがとうね。福木雄さん、ありがとうね。今日残してくれた曲、いい曲だ。あ、ありがとう、聞いてくれて。ねえ、あれ見たよ、自作のやつ。え、本当？はい。あ、秋元の。出て何秒？何秒？待って待って、話して。いやいやいや。え、
嬉しいレベルで聞きました、うん、本当に、うん、いや私は、うん、あの本当にいい声だなって思ったね思ったね誰誰本当にめっちゃ嬉しい、めっちゃよかった、うん、めっちゃよかったよ。初めてね作詞作曲した曲があって昨日公開したんだけど、うん、見てくれて見たよ28秒とかで見てた、嬉しいめっちゃ嬉しい。でもなんかね結構今までの投稿よりすごいインプレッションがあって、うんうんうん、あね X とかね、そうそうそう、久々に1万インプレッション、これ、うん、本当に みんなのおかげで、あれってインプレッションっていうの、インプレッションってやつって、うん、もうなんかさだった気がする。そうなんだ、うん、あの SNS 音痴なんですよ皆さん、だからつまんないよねいつも。そんなことないよね、可愛いから何でもいいんですよほんまに可愛いだけじゃん。え、ですか？私最近あれハマってる。なんだっけ？チャ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 。待って、あれなんだ？なんだっけ？わかるよでわかる。え、あれなんかあのなんかこんな。詰まるよ、詰まる、詰まる。わかんない。チーノ。わかんない。めっちゃハマってるあの歌。ワースタさんみたいな曲。だって。3人で TikTok 撮ってほしいって。やべえ、マリマリがユナちゃんと普通にお話ししてて超ビビるだって。なんでなんで。わかんない。なんで。超ビビってる。デートコンビ、そうだよこの2人デートコンビ。そうなの。ユナちゃんとモモカちゃんデートコンビです。デートコンビなんです。デートコンビ。そうなんです。お楽しみに。お楽しみに。名前のください。はい、ナナのおじさんさんいつもありがとうね。木本やすしチルドレン。イエス。ママカオリさんはじめまして。そうだね、最年少、確かに最年少です、私と。あ、そうだね、私とモアちゃん。私が最年少。絶対違います。私が最年少です。もう20超えてるでしょ。いいえ、でもさ、私16歳。どうなんだ16歳どうなんだ。ないの。でも10代でも全然いけるよ。ひさきちゃんが一番上だよね。あれ違う。あ、そうで、次が中志かな。さきちゃん何歳？え、わかんない。28とかじゃなかったっけ。お姉様、お姉ちゃま。そう、え、中志25?6?5?5 だった。5?6 だったね、確かに。で、次が次、マヨかな。マヨ23。あ、2000年。あれ、あゆちゃんは。あ、同い年。同い年。あ、え、1個下だ。あゆちゃんが一個した。あゆちゃんが一個したか。え、待って。え、あれ。お姉ちゃんも多分そう。あれ？待って。うん。多分一個した。で、それあゆちゃんとすみぽんが多分同い年。うん。だったような。あれ？さくるような。さくるティンは20になったばっかりみたいな。あ、そうだ。飲めるようになりましたみたいなね。うん。ええ。そっか。ひなちゃんルームからありがとうございます。おお。クーリーさん。ありがとう。やっほー。やっほー。ゆなちゃんの SNS 鍛えてあげて。いや、全然本当に俺の鍛えるとかそんなもそれほどじゃない。本当に教えてください。全然あのペイペイなんですいません。なよちゃん見つかった。見つけてくれてありがとう。あ、染み渡る空。空。はい。コンソプ。コンソプしまってて。晴れ渡る雲。よくありそう。晴れ渡る雲っておかしいでしょ。晴れ渡る空、うん、晴れ渡る雲って晴れてないじゃん。確かに、 ってるの。確かに晴れてんの。晴れてんの。曇ってます。私このギフトめっちゃ可愛くて好き。このクマちゃんのベレー帽のやつ。ありがとう。ベレー帽なの。分からん。かわいい。めっちゃ可愛い。だからなんかたまにさ可愛いの。テレテテレテレテテテハロウィン。テレテテテンじゃないよ。テレテテ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 テこの3人だよね。私こっちで、そう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 、ここトゥントゥントゥンって感じ。そうで、ずっといつも座ってます。そうなんです。そう
パタパタさせてる人いる。ねえ、トゥルトゥルトゥルじゃないって。トゥル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 ン。おー。ね、なんかさ、その話するんだよ。もう、もう無視してたよ。もう、そこでしょ、いじるべきは。普通でしょ、普通。いつも通りすぎて。日常茶飯事すぎてね。で、何？え、でさ、ハロウィンナイトさ、やってたじゃん、前。だからさ、その後ハロウィンナイト検索したの。あの曲なんだけど、そしたらなんかもう YouTube のおすすめがハロウィンナイトしか出てこなくて私のせいだ。そう、なんかいろんなやつのテレッテッテッテテレッテッテテレッテッテテテ。今年やった？してる、パフォーマンスしてる、した？これ？うん。あ、これやってない。あ、やってないんだ。そう、一回ね、去年のコンサートでやったんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう、なななななめこ。ゆきみさんもいっぱい曲あるから大変そう、覚えるの。そう、いっぱいある。だからその去年のそのコンサートも本当に、うん、あのね、みんな泣いてた。ゆなたちの時、うん、そうだよね。そう、詰まりすぎてて。え、待って、何期生だっけ。18期なんだよ。18ってすごいよね。だってさ、18年じゃないでしょ、しかも18年じゃない、毎年じゃないでしょ。毎年じゃない、決まってなくて。でしょ。そう、もう相当な年数分の曲を。もう次は20期をのオーディションが終わったところなので、うんうんうん、今5期生のオーディション中だよね。入ってくるんだ。入ってきます。そう、新しい。そう、すごい、やばかった。なんでさ、私今言った出てる、出てます。まあでもね、でもそうだよね。違う、そうだよ、違う、あのね、いやっていう顔じゃなくて、うん、不安。あえ、どういう不安。その怖がられそうってちゃん、うん、大丈夫で、喋ったら全然キーってなんかお前顔芸なのよ。そう、うん、お前の乗りかけました。真ん中は芸人さんなんですね。そうです、芸人です。芸人さんですねってね。ね、キラキラアイドルちゃまですけど。キラキラアイドルちゃまだってさ。キラキラアイドルちゃまですけど、 ありがとう、お化けいっぱい。キラララララララ。そう、芸人さん笑って。真ん中好きだって。あ、よかったじゃん。パサおめでとう。自分のにはしないっていうね、うん、もうコメント読んでないけど、もう安心感があるんですよ、なんかもう。真ん中の人 M1 出てるってよ。出てない。出てないな、ね。すごい、ハロウィン背景、うん、になってるね。え、違うの。私普通だった。え、でも普通だよ。え、なんで。自分で設定できるってこと。できるはず。嘘、できるんだ。できない、うん、これ配信もうこ今やってるところでできるのかな。できないか。全然ハロウィン背景じゃない。背景変えられるって。そうなんだ、過ぎちゃった。そうなの、ね、今日は怒っちゃったよ。そうだよ。何するんだろう今日。みんな聞いて ね、何するんだろうね。え、楽しみ。なんだろう、あの大喜利系嫌いだもんね。そう、ゆなちゃんは大喜利系。じゃあ、あなたは得意でしょ。あなたは得意。どういう系が苦手。私本当に大喜利苦手で。知識系苦手。え、本当に私大喜利苦手。大喜利の、え、まゆちゃん何が苦手なの逆に。え、でも大喜利とか嫌いっていうか、あの、うん、うまくなりたいって思うけど結局真面目なこと言っちゃってちんみたいな。あー、わかる。面白くないからやりたくないんですよ。え、私本当に苦手。ね、振りじゃないです、もうガチです、これは。はい、泣きますよやらせたらね。こっちに言うて、ね、泣くの。泣きます、本当に。もう嫌すぎてね。もういいんです。違いますように。今日は通常通りのスタートなのかな。あ、どうなん。あれ、なんかでも雪あるよね。あった、なかったっけ。延長ありますか、誰か知ってる人。なんかなさそう、リスナーさんの方が詳しそう。え、なんか野球今日なくない、あるんかな。なさそうだよ、なんか雨だよ、雨今日。めちゃめちゃ雨だよね今日。ないよって。今日通常通りだって。お、ありがとう、教えてくれてありがとうございます。ありがとう。中止。あ、野球がなくなったんだ。あ、なるほどね。確かなくなるよね。コスプレが長くなってほしかった、先週の。あ、ね、めちゃめちゃ短かったよね、コスプレ、うん。
自己紹介もありませんでした。一瞬で終わっちまったもん。マジで、心臓バックンバックンなる、ああいう発表の時。ああ、自分。自分の番？うん。ならん。なる。なるよね。うん、なる。なれへん、一生。しかでも、なれない。なれないよね。でも、最初よりかは喋れるようになったって感じ。ああ、確かに。最初に最初もガッチガチだと思う。ね。もう全部頭の中で文章こうずっとウィーってて、でもゆなちゃんも最初からめちゃくちゃ話すのうまいなって思ってたよ。ね、嘘。そう、なんだこのしっかりした子みたいな。なんで、いや、 AKB 通用って思ってた。いやいやいや思ってた、正直何もできなくて、うん、本当にもうなんかだって何言われてもちゃんとさ受け答えする。嘘、できてる。そう、だからさ、自分でできてるって思ったことないです。何ですかって返しちゃうから。そう、何ですか、はい、ですか、何ですか、はい、何ですか、もう一回ですか、もう一回ですかっていうね、もう一回言ってください。何でしょうか。そうですよね、この状態です。でもそんなあなたも好きよ。キュッ、ほんと、第2回目の2回目のチュー来ましたね。そう、今日はいっぱいいるの。え、マジで思う、ゆなちゃんってマジで頭がもういいんやなってなった。え、そう、いやいやいや、頭いいのがわかる。いやいやいや、で、私も頭がいいんやなって思った。んんんんん、あれあれ、ん、私はめっちゃ頭いいよ。なんて言ったって農業高校だからね。わかんないな、あんまり説得力ないんだけど。農業高校ってそうやってやるの。うん、畑耕してた。あ、本当に。え、馬に餌あげる。あげる。え、すごい。どっちが馬。今のどっちが馬だったの。もーちゃんが馬でした。そう。めっちゃ笑われてるよ。ありがとう、笑ってくれて。草話してる。私を見て笑ってくれる。笑ってくれたら嬉しいわ。本当にいくらでも笑える。生きがいを感じます。笑われることが、うん、最高だね、それ。いいな、うん、もういいじゃん、いっぱい笑うよ、うん、笑うことが得意なんで。幸せですもの、人が笑っていたら。私生徒会長なんだって。ゆなちゃん生徒回復、うん、あ、そうなんよ。あ、そうです。生徒会長なの。私生徒会聞いて、すごい、聞いて聞いて。私生徒会にね、立候補したらね、うん、あの本当1票だったんだけど、うん、え、何票中1票なの。何票ある、分かんない、その総数が分かんないから。なんだろうね。え、多分1票。その1票誰、逆に気になる、ね、私だったんじゃない。私の友達。ああ、もうそこは提携結んでたんだ。嘘。で、私あれもある、あの学校の学級委員もあの1票で、それはなんか男の子が投票してくれてた。え、好きじゃん。絶対好きだよ。好きじゃん、それ。ゆうくんだよ。ゆうくん好きじゃん。絶対ゆうくん好きだよ。ゆうくん、ゆうくん悲しかったな、なってくれなくて。絶対ゆうくん好きだ、私。ゆうくんのことは好きじゃなかったの。好きじゃなかった。好き。ゆうくんごめん。ゆうくんごめんなさい。ごめんなさい。ゆうくん絶対好きだったんだよな。ゆうくんさ、見てるかって。見てるのすごい。ワンちゃん見てるかもよ。嘘。そう、だって好きなんだもん。あーって。でもそれ違う、じゃあ違う、この何年越しに振られるっていう。確かに。時を超えて。ゆうくん、ゆうくん。ショックね。楽しい。ああ、いいね。初めてこの時間に配信したけど。ね。もうマリオも15分いけたかな。またやり。え、15分やるとなんかあるの？1日にカウントされる。あ、そう。毎日配信さ、毎日さ、本当に1日でも途切れたらゼロになっちゃうの？なっちゃう。でも毎日はチケットがあるよね。うん、そうそうそう。何それ？毎日継続チケットってもらえる。1週間。なんか30日とか継続で配信すると。うん。30日に1枚みたいな感じで毎日継続チケットっていうのがもらえて、配信しなくてもその継続チケットが自動的に発動されるから、だからあの1枚で1日分みたいな。そうそうそう。そうなんだ。でも30日連続でやんないと1枚もらえないから、そう、なんかどうしても休むっていう時は使うみたいな感じ。でもいつも夜やってる。やってる。23時台結構やってて、今160日ぐらい。
配信 OK だよって言われた日からは毎日やってる、うん、えそうすごいです。ももちゃんも、うん、ももちゃん10日に1枚だった、ごめんね、持っちゃった。ももちゃんえ10日に1枚本当189日。さすがすごいです。こう私の見る見る一日レアだレア激レア。いつも何でもいいんだよ。あんまりやることない、うん、あそうなんだ。じゃあ激レアだね。めっちゃ嬉しいね。でも昨日もやったんだよね。めちゃくちゃ嬉しいじゃん。昨日やって今日やって、うんうん、2日連続でやったの。ほんとあの1回イベントやってた時ぐらい、うん、ぶりぐらいでやってます。はい。でもそうやりたいんだけどさ、なんかねやりたい。確かにいつか やりますね。ちょっとやってみたい。誰の声？モモじゃない？モモ来た。え、モモちゃんの声？フォアスピのモモじゃない？え、今？うん。え？嘘、遅刻だ。なんかめっちゃ低く感じた。うんね。めっちゃ低いよ。声が。風邪ひいてる？じゃあスミちゃん？スミポン？いや、スミちゃんの声じゃないの。え、でも女の子の声って当たり前か。嘘。ヤングの声じゃない。でも女の人。女の子の声だったよ。だね、え？誰だろう？鼻声？モモだった気がしたけど。え？モアちゃん？サクラティンのところに入ったんじゃない？モモが。あ、正解。あ、本当だ。モモちゃんっぽい。かっこよくない？うん。あ、モモちゃんだ。めっちゃモモちゃんでした。モモちゃんだ。かわいい声が聞こえた。はい。聞こえるな。めちゃめちゃ聞こえる。聞こえるな。もしかしてここも聞こえてるんじゃない？え、でも結構聞こえてる。あ、本当？なんか配信なんかマリちゃんとサクちゃんが、うん、あのラジオ後にラジオトークしとるけど、うんうん、隣の子が配信しとるけどめっちゃ聞こえる。え、マジ？ごめんね。配信ってさ何時からできるの？何時でも OK。 え、ラジオトークでしょ？うん、ショールーム。ショールーム。それはあれじゃない？5時から。自分の事務所次第。あ、そういうこと？うん。でも48は5時からだと思う。5時か、うん、私も5時だと思う。5時から12時まで。あ、うんうんうん、そうなんだ。そう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 。一緒じゃない多分。一緒だね。やろうかな、朝5時から。やりなよ、一緒にやろうよ。え、ね、な今日みんな眠たいけど。確かに。こんな顔で。やばいよね、今日やばいよ ね。みんな5時って起きてますか？起きてますか？いや、起きてるよね、こっちはね。え、起きてる人は起きてるよね。5時。でもファンの方が起きてなかったとしても、ね、確かに、あの本当になんかめっちゃ初見の方が来る。あ、そうなの？なんかその早朝の時間といって初見さん結構めっちゃ来る。多分さ、うん、他のアイドルさんとかが配信してないから5時台って、うん、配信してる人が少ないからアイドルって見ってところを見た時に、うん、上に表示されやすいんだと思う。あ、そうなの？そうだって。え、だから初見さんいっぱい来るんじゃないかなって。起きてる人いるよ、大体起きてる。さすがに寝てる。そうだよね。ねえねえねえ、じゃあスクショタイムやるかも。確かにそうだね。じゃあ一旦ゆなちゃん、じゃあゆなちゃんところで。ゆなポーズ何？ありがとうありがとうありがとう。じゃあももちゃんポーズは、ももポーズは、うん、これですね。これももちゃんポーズなんだ。あ、え、かわいい。本当にそう。ももね、すごい、ね、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マリオポーズなんだろう。え、わかんない。マリオポーズ何？桃になってるの。桃、本当だ。じゃあ M してもらう。あ、はい、M しよう。マリオポーズ。はい、チーズ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃあ団長、皆さん SNS でやりましょう。投稿してね。してねー。勇敢ポーズは。じゃあそれぞれ男女読む。それぞれ男女読むか。そうだね。じゃあ13位からね。ね。13位からで大丈夫？うん。え、同時に言うってこと？これだよね。受ける。同時に言うの？同時に言う。せーのって。13位何何さん何何さん何何さん。ああ、なるほど。オッケーオッケーオッケー。やりましょう。ピタッとマリオで。じゃあマイちゃんからにする？うん、じゃあいきまーす。はい、13位ルナちゃん。ラーメンさん。スキャットさん、ありがとうございます。12位キャッチン。ギリタンショーさん。なめこさん、ありがとうございます。11位ももこさん。なえきさん。ゆなさりちゃん、ききなさん、ありがとうございます。
10位めいめいさん、てつさん、あんころもちさん、ありがとうございます。第9位さかこぞう、9位てつやさん、どほあよみさん、ありがとうございます。第8位あるみさん、かぶさん、アリスさん、ありがとうございます。そして第7位がたつさん、ゆなさりちゅやちゅきき、きなさん、うん、ありがとう、ありがとうございます。あ、ゆなちゃんは何位だっけ今、7位、7位か、ファンタさん、ありがとうございま す。第6位うま太郎、たくぞうさん、あいちるさん、ありがとうございます。そして第5位ともくん、けんじです、プレジョンさん、ありがとうございます。第4位あんこちゃん、のりさん、どさんこさん、ありがとうございます。第3位がこしっかりちゃん、みらいさん、たまちゃんさん、ありがとうございます。第2位スキャットさん、スキャットさん、おー、ロモーナさん、ありがとうございます。スキャットさん、スキャットさん、うん、すごい、スキャットさん、スキャットさん13位だったゆのちゃんところ他の人がすごいので第1位カズパン、たまじさん1位か今、うん、東京のさんさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな名前呼んだ方も呼んでない方も一緒に盛り上げてくださって、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイビローンで終わるか、バイバイ、バイビローン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 、ね、この後1時半から俺たちごちゃまぜ集まるやんやん聞いてください。ラジオトークで無料で聞けます。ラジコのエアフリーでも聞けます。ぜひバイバイ、バイバイ、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、切ります。せーので、あれどこに行くの、せーので、ここ